ハインリヒ・ラウエンシュタインは、ドイツの画家である、デュッセルドルフ・美術アカデミーの宗教が、歴史画の教授を務めた、ヒルデスハイム近郊のハディサムに生まれた。装飾画家として働いた後、ハノーファー国王ゲオルク5世の奨学金を得て、1859年に、デュッセルドルフ・美術アカデミーに入学した。ハインリヒ・ミュッケや、カル・フェルディナンド・ゾーン、ルドルフ・ビーマンに学んだ後、 1863年に歴史画のクラスでエドアルド・ベンデマンとエルンスト・デーガーに学んだ。在学中の1864年に初等クラスの教授助手になり、あと2881年からは初等クラスの教授にななった。ナザレ派の影響を受けた美術アカデミーの教授たちのアンドレアス・ミューラーやエルンスト・デーガーから教えを受けて伝統的な宗教画や歴史画を描いた。 ジクマリンゲンの中世の宮殿の壁画を修復したアンドレアスミューラーの助手を務め、自らもデュッセルドルフなどのいくつかの教会の祭壇画もナザレ派の伝統的なスタイルで描いた。宗教画以外では肖像画や子供を描いた作品を残した。デュッセルドルフ美術アカデミーでラウエンシュタインに学んだ学生には以下のような画家がいる。ありがとうございます。